手塚治虫っっててさ思ったほど成功しなない漫画家なんだよな鉄腕アトム」で大ヒット飛ばしたじゃん漫画ではいろいろヒットした作家なんだけどもその漫画も社会現象になななるほどヒットしたたわけじゃなかったんだよ、ね、その中でたまたまアニメ化された「鉄腕アトムが」がもう本当に大社会現象になって「アトムの手塚治虫」というふうに言われて「どこ行ってもサインくださいアトム書いてください」と言われて後に手塚治虫はもうアトムが大嫌いになったと。 何をやっても鉄腕アトムで得た名声には比べられないもちろん作品性としてはもっとすごいものいくらでもやってんだけどもさでもどうやっても「鉄腕アトム」の名声と比べられてしまうで彼はその後でどん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 連載を打ち切られても漫画家の現役であることをやめなかったんだよな、ね。で彼にとって漫画家で現役であることは何かというと常に新作を発表することにこだわり続けたんだ。 でようやっと1973年にブラック・ジャックを描いてやっとそのアトムの呪縛から逃れることができたと漫画としての「ブラック・ジャック」っていうのは「鉄腕アトム」よりもショックですごい作品だった